じゃあそういうことで、終わりの頃にまた合流するってことで。携帯に連絡してちょうだいね。いい？どうしたの、翔吾くん。顔色が優れないようだけど、何か心の片隅に不安でも抱えちゃったのかな。でも今日は話を聞いてあげないぞ。女にとって夏の夜の海はのんびりと過ごす場所じゃないのよ。じゃあね。ビューリハウ女子大生のこよみさんと、お姉様は魔女のしずるでした。でミクちゃんの願いを叶えてくれたんじゃないかなってね、ミクちゃん。ああ、ミフ、鏡川から海までの景色がどんな風に変化していくのか見てみたいって言ったことあるもんね。男は黙って行動あるのみってやつ、かっこつけてるよな。不愛想なところがあるけど、本当は飛田さんはすごく優しい人だと思うんだ。夏にしたらすごく大サービスしたと思うよ。人のために車を運転するなんてさ。な、どう？わあ、だんだん花火大会っぽい感じになってきたね。混雑してきたね。
あれ今ゆえちゃんいたよ、見た？あそこ男の人と一緒だ、彼かな。あ、見えなくなっちゃう。あそこあそこ、人と人の間に少し見えてるよ。私のペースに合わせるのって退屈じゃないかな。私がいなかったらさ、翔吾くんもお姉ちゃんやしんさんと一緒にパーッと走っていけたのにね。私はいつもこんな風に端っこでみんなが楽しそうに通り過ぎていくのを見てるだけだよ。そんな時おかしなこと考えちゃう。もう私みたいなお荷物構うの嫌になってみんな行っちゃった。このままずっと一人で置いてかれちゃうんだなって。私はみんなみたいにパーって走っていくことできないから、何でもみんなと一緒にはできないから。自転車の後ろにだって乗れないしね。あたしだって翔吾くんの後ろに乗りたい。バイトだってしたい。花屋さんで働いてみたいよ。でも絶対無理なんだよ。私なんかみんなと同じに生きられないんだよ。そんなことしたよ。花屋さんなんかもう何十件もお願いしたよ。それでもダメなんだよ。やらせてもらえないんだよ。頑張ったよ。みんなのようにはやれないから、人の倍頑張って、優秀なお姉ちゃんのようにやれないから、さらに3倍頑張って、もう十分に頑張ってきたよ。それでももっと頑張れって言うの？もうこれ以上どう頑張ればいいの？何を頑張ればみんなと一緒になれるって言うの？私に教えて、翔吾くん。
っておかしいんだ。すぐおかしなこと言っちゃうの。ごめんね、翔吾くん。翔吾くんを困らせようとしたんじゃないよ。違うよ。だから、嫌いにならないでね。私のこと、置いていかないでね。ちょうど男手が欲しいんですよ。うちの息子どもは当てにならないからね。ダメだね。あのね、その子ね、前にもうちに来たんだよね。ちゃんと断ったはずだよ。なんでもねえよ。ごめんなさいね、悪いけど。大変よ。普通の人でも大変なのに。そんな優雅なものじゃないの。表からは美しく見えるけど、裏では汚れ仕事や力仕事がいっぱいなの。他に聞いてみて。無理ですね。
他の店でも同じ答えが返ってくるんじゃないですか。ごめんなさい、その相談には乗れないわね。そんなお願いされても困るな。一生懸命なあなたの気持ちはわかるような気もするけど、やっぱりダメね。いくら君が頭を下げたところでどうしようもないのよね、こちらとしては。そんなにミフのことが構いたいのか？ふん。孤独、孤独ね。お前気取った言い方が好きなんだな。バカじゃねえのか。そんなのただの一人のことだろ。北先輩は足が悪いから。